どうもポンシラです。今回は新バカ野郎悟空を使っていこうと思います。パーティーはこんな感じで合体に悟空をぶっ込んでますね。まあ、とりあえず母体の全開1枚のせでどれくらい強いのか見ていきましょう。さあ来ましたね、お相手さんは宇宙代表にウルベジブルをぶっ込んでますね。さあよろしくお願いします。離れましょう。クイックアタックからキャラチェン打撃でいいかな。 OK、 しっかりコンボ取れていきまして、特殊があるんで悟空で殴ってもいいんですが、とりあえずベジットブルーで殴って打撃アーツを持ってきましょうか。さあ打撃アーツを持ってきまして、ここで悟空で殴っていきましょう。さあまだユニゲ溜まってないんですが、これでも5カウントの間カバチェン無効がありますね。強いぞ結構。さあ打撃打って手札吐き、ちょっと強いな。ただ泥足はあるんで持ってこれる。これもう1枚特殊持ってこれる、いいよ。さあ今のはユニゲ解放したんで特殊を持ってきたって感じですね。止まんなくねこれ。泥足2段階ですよね。やばい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 、止まんない止まんない。もう1枚引ける。これもう1枚引けるよね。もう1枚引ける、やばすぎる。止まんないマジで。さあ射撃打って99コンボ何これ。いやもう1枚引けないか。ただめちゃめちゃいいダメージ、当たっちゃった。いや射撃から打ってくるのめちゃめちゃエロい。痛い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 。打撃アン振って射撃打っちゃいましょう。ラッキー。さあカバチェン無効で殴っていきましょうか。いいよ。これ17号の待機が回る前にどんどん行こうって思ったんですが、あの HP50% 回復があるんでちょっと渋そうかな。いやこれ交代禁止究極うまいこと生かしたかった。 OK。 ちょっとヤンキーメインだったんですが噛み合っていくと。さあ今悟空のユニゲがマックスなんで交代禁止究極をうまいことぶち込んでいきたい。さあベジットブルもめちゃめちゃ強い。打撃キャンには打撃合わせようとしたんですがぶっ飛んでくる。いや痛いけどまあユニゲで受けれるかな。いやマジか早っ。まあ、これはウルゴジブル捨てましょう。さあどうしようかな、ここワンチャン必殺ぶっぱとかしてきそうだけど、跳ねて回避見て射撃打ってタンパスで抑えておいて居座ってくるかな。居座ってこない、いいよ。ラッキー、なんか入った。さあ泥足2段階かな。カバチェン向こうも15カウントありますね。いやマジで止まんないぞこれ。いやバニ回復もめちゃめちゃ優秀。いいぞいいぞいいぞ。メイン切っちゃおうかな。メイン切れない、危ない。あ強みで、うん避けられちゃうけど危ね。これはキャンセル入れていきまして、いや痛い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 。えこれさ、お相手さんバニ回復してなくない。はい入りました。これワンチャン、いや飛ばさないか、さすがに17号の威力ダウンもあるんで。いやそうだよな、打撃キャン振ってみるか。打撃キャン振って OK、 噛み合ったんでこれは勝ちでしょう。いや強いぞマジで。3突でもゴリ突のお相手さんに対してめちゃめちゃ火力出ますね。いやそして超かっこいい対戦ありがとうございました。さあ来ましたね、お相手さんは人造ですね。めちゃめちゃ強そう。さあ色もあんまり刺さってないんでかなりきついんですが頑張っていきましょう。さあよろしくお願いします。離れましょう。打撃キャン振って開発してる。ここはキャラチェン打撃でコンボ取っていきまして、とりあえずウルベジブル君で殴っていきましょう。まあ安定に強い。さあ特殊があるんで、ここまで打ってから悟空で殴りましょうかね。でしていきまして、これでカバチェン無効と泥足2段階かな、1段階かな、1段階か分かんないけど、とりあえずまたユニゲたまるんでこれで特殊もう1回持ってきまして、今度こそ2段階でしょう多分泥足で。カバチェン無効もまた15カウントついてるんでマジで止まんない。これやばい、これマジで止まんないんだけど。もう1枚引ける、これでもう1枚引けるでしょ。ガチやばいこいつ。本当おかしいんだけど。ちょっとなんか外れてるけどラッキー。さあ打撃打ってとりあえず必殺でいいでしょう。さあこれで玉吐きもあったかな確か。ちょっともったいないかな。え強い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 、なんだ。いやーまあしょうがない。一応痛い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 、アップな三突だから柔らかすぎ、噛み合わない。離れましょう。打撃キャン振って回避見て射撃打ってずらして
カイヒョン聞かれちゃってるかな、これ聞かれちゃってるか、まあしょうがない。まあユニゲで受ければどうにかなるでしょう。痛すぎるけどね、それ無理さすがに。さあライジング封印入れてるんで強気にいける。射撃打って圧消化、オッケー、圧消化してたんでこれはライジングで落としていきましょう。オッケー、お相手さんはこうさんと、ちょっと早すぎたなこれは。まあでも悟空のとんでもないコンボ力を見せることができましたし、フリ属性のおじさんに対しても必殺でめちゃめちゃいい火力出してましたね。対戦ありがとうございました。さあ来ましたね、お相手さんは。お相手さんにも新キャラの悟空がいますね。しかも全開3枚乗せなんでめちゃめちゃ強そう。さあよろしくお願いします。速射いっちゃいましょう。そのまま行きましょうか、通常ね。さあ何してくるでしょう。クイカタッキャー見合っていきまして、特殊あったらちょっとめんどくさい。オッケー、危ね。さあなんとかカバチェン成功していきまして、これめっちゃ痛いぞ多分。えワンチャン、いや飛ばさないか。ただめちゃめちゃいいダメージ、射撃も打っちゃいましょう。噛み合った、でかい。さあ射撃打って、まあこれはコンボ補正外してどんどん殴っていきましょう。さあお相手さんそんなにとつなかったんでめちゃめちゃ柔らかい。ちょマジ強すぎない。射撃打って引いてきたら回復する、気力。さあユニゲたまる、ちょウルベジブルが強すぎる、これに関しては。まあ誰でも落とせるんでメインも切っちゃいましょう。バカ野郎捨てんの、それ落ちるでしょ多分。多分落ちると思うよ。いけ、よしナイス。もうこれあんま負けないと思うけど。痛い、跳ねて単発ね。さあ離れて、いや怖い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 よ、ちょっと怖いよ。アマキャンじゃなくてそのまま突っ込んで、コンボ取れたんで、さあ悟空で殴っていきましょう。さあ射撃打って、これでユニゲたまるんで特殊圧を持ってくる。さあこれでカバチェン向こう15カウントつきますね。いやマジで止まんないこれ。いやしかも打撃ドローもある。これ確か発動回数1回だけだったかな。いやマジ強い。さあ射撃で落としていくと、落とせるね、オッケー。まだメインは切らなくていいかな。タックルかぶせたかった今。ちょっと待って、いいよ、すごい外し方。まあ、ここはウルゴジブル君で受けていきまして、カバチェンして、いやこれ LF 決めたいマジで。打撃は振って大きが合いますね。勝ちたいよこれ、絶対勝つ。どれよ、うますぎる。よしこれいける。いやもうダメだ、全然 LF 決めらんない。まあ、やっぱり悟空のコンボ力はとんでもないですね。対戦ありがとうございました。さあ来ましたね、お相手さんは。未来に悟空をぶっ込んでますね。さあこれは新悟空の色がめちゃめちゃ刺さってるんでやれそうですかね。頑張っていきましょう。さあよろしくお願いします。離れましょう。キャラチェン打撃はしてこない。これコンボ取りたいな。いた、なんだ気まずかった今。いや角半もらっちゃいまして、まあしょうがない。痛いな。ユニゲは残しましょうか。悟空で受けていきまして、耐えれるかな。ちょっと3突なんで怖いですけど、 HP 回復もめちゃめちゃ優秀。これウルベジブルに対してはめちゃめちゃ強いな。全然効いてませんね。いやマジ強くない。それは単発で抑えておきまして、あーどうしようかな。回避みたい、回避見て射撃打って通常で抑えておいて、打撃は振って釣れない。もう一回だけキャン振って、回避見てずらして、いや回避見て扱う、うまい。ただここはユニゲミリ残ししてるんで止まると。回避見て射撃撃ってずらして、なんですか、なんか今変なことになってるけど、まあラッキー。さあ射撃撃って外すか、オッケー、でかい。これ交代禁止究極、うまいことぶち込みたいな。まあ、とりあえず特殊撃ってユニゲ解放して、泥足2段階のカバチェ向こうですね。いいよ、これもう一回あれ貯めたい、ユニゲ貯めたい。いやこれいけるぞマジで、交代禁止究極。いやいける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 。いやこれそう、あそうだ、おいよ来た。これメイン切ってお相手さんに交代禁止入れてるんで、これで落とせますね。いや最強じゃんマジで。いやただ LF 決めれなくなっちゃったこれ。はい、しっかりセミちゃん落としていきまして、3突でも十分すぎる火力が。いやどうしようこれ、ただちょっとそうだよね、そうだよね、俺は回避をみにゃーん、ちょっと死んじゃうよそれは。
どうしよう。いや、まあ、捨てる。いや、捨てない俺は。もういいや。ベジットブルー捨てようかな。色的に。弾溜まってるよね。弾ないのかな。オッケーオッケー、ウルベジブル捨てましょう。いや、ただちょっと悟空削られすぎちゃったんで、ちょっとまずいな、これ。3突だとやっぱりもろいな。さあ、ここ噛み合ったらちょっとまずいんで、すぐキャラチェンしましょう。ダゲキャン振って、ダゲキャン振って、タックルから引くか、射撃撃って、そのまま行きましょう。ラッキー、よし、これはメインで落とせるはず。HP 回復ちょっとだるいけど、いけるかな。OK、いけますね。さあ、悟空でとどめを刺したい。とりあえず跳ねましょう。ダゲキャン振って危ない。カヒョン聞こえないけど、回避見て圧でいいかな。回避見て圧いきまして、これ勝たないとちょっとまずいぞ。集中しろ。おりゃ頼む。よし、危ねえ。さあ、なんとか勝てたんで、これは勝ちでしょう。な、え、待って、外してない。おっぷな、マジで危なすぎ。さあ、これはギニゲまたたまるんで、ベジットブルーの振り向こうはちょっときついですけど、余裕でいけますね、これ。さあ、特殊打って、泥足2段階かな。で、カバチェン向こうもつけて殴れると。さあ、射撃も引けて必殺で落とせるでしょう。いや、マジで強い、こいつ火力は。これ振り向こうありますからね、ブルーベジブル。そしてめちゃめちゃかっこいい。まあ、今回はエルフ決めれませんでしたけど、めちゃめちゃ強いところはお見せできたんで、よしとしましょう。ご視聴ありがとうございました。